俺の名前はポー、韓国人のバスケ選手だ。日夜俺はバスケの練習に取り組んでいた。そりゃ入れ。そして目指すは次のバスケワールドカップで優勝することだ。よっしゃ頑張ってるねポー、優勝できるように応援してる。までも根詰めすぎないようにね。彼女の名前はリア、俺の恋人であり俺のバスケを心から応援してくれる頼もしいパートナーだありがとうな。でも油断できないんだ。次のバスケワールドカップは参加国が23から32カ国に増えている。会場は日本の沖縄。かなり苦しい戦いになるかもしれないが、でも俺は、いやチーム一同は絶対に勝ってみせるからな。そして後日、俺は監督と一緒に日本の会場へ事前打ち合わせに向かった。しかし…え？韓国の皆さんは今年招待されてませんよ？衝撃の事実だった。意味不明の対応に俺は運営スタッフのヒロに詰め寄った。はぁ、意味わかんねえよ。2014年も2019年も韓国出てたじゃねえか。いやいやいや、 FIBA 国際バスケ連盟からも言われてますから、連絡行ってないんですか？FIBA から？監督、そんな連絡来てたんですか？そうだな、ああ来てた。それ打ち合わせ前になんで言わなかったんですか？それはな、ワンチャン流れていけるかと思ったんだよ。ヒロさん、ワンチャン流れでいけることってあるんですか？いや、まずないでしょ。 FIBA から名指しで NG 出てますし、あとここ禁煙です。やめてください。うわ、でもなんで出場停止なんだよ。俺たちが何したってんだよ。身に覚えないんですか？身に覚え？まずあなたたち予選に出てないじゃないですか。予選、そういえば毎年出てたような。ああそれな、冬に出ろって話だったな。いやいやいや、初耳なんですけど。そりゃそうだろ、今言ったんだから。じゃあなんで出なかったんですか？あれ流行ってただろ、新型ウイルス。予選会場のフィリピンに行って感染したらかなわんからな、辞退した。それでワールドカップ出れなかったら本末転倒じゃないですか。マジで何してるんですか？むしろよく今日ここまで打ち合わせ来ようってなりましたね。ああ、そらな、ワンチャン勝ち点を少し減点してもらう配慮とかで本戦出してくれると思ったんだよ。いけるんですかそれ？いや、ありえないですね。予選出場は大前提ですし。それでも諦めないのが俺たちだ。すると監督は懐からとある用紙を取り出した。見ろ、 FIBA には出場停止についての抗議文をすでに送っている。韓国のウイルス感染状況は深刻だったし、見送ったのは妥当な判断のはずだ。今頃この抗議文が受理されて返信の手紙が来るはずだ。あ、ヒロさん、 FIBA からです。本当だ、これで本当にワンチャン出られる？そしてその手紙には、予選に出ない時点で公平性に欠ける行為とのことです。 FIBA としても韓国に予選出場を再考するよう検討期間も設けていたため、出場は難しいと。全然ダメじゃないですか監督。ワンチャンなかったな。あと監督、ワンチャンはもう多分古いです。そんなこんながありながら俺は韓国に戻ってきてリアと話をした。マジでありえねえよ監督、予選出場くらいさせてくれてもよかったのに。そして今年こそ優勝する姿リアに見せたかったのに。おう、落ち込まないで。本当にごめん。リア出たら絶対に優勝してた、俺はそう確信してた。なあリア、君はどう思う？勝ててたと思うよな。そうね、
ポーは頑張ってたけど、ぶっちゃけ予選で負けてたと思うよ。え？だって韓国のバスケ技術、純粋に海外と比較しても低いし、結局前回の大会もだいぶ下位だったしね。センター陣が弱すぎるのが問題だと思うの。リア？いつも優しいリアのバスケに対する見解はとても厳しいものだった。いやいやいや、だって最近の俺の練習見てただろ？あのスリーポイントシュートに速攻テク、あれなら世界に通用も。確かにすごいけどね。他の国にもそれくらいのテク持ってる人もめっちゃいるし、あと前回の中国ワールドカップリバウンド数韓国めっちゃ少なかったの覚えてない？リバウンド数まで分析してたの？リバウンドを制する者がバスケを制するからね。実際フォーのシュートが外れた後のリカバリー全然ダメだし。全然ダメってわけじゃない。あ、ほら見ろ、前回のワールドカップからチームメイトはかなりの工夫をした。これか、名だたる外国人選手いっぱいいるね。だろ、これなら絶対。まあこれも一つのやり方だけど、このままじゃ韓国のバスケ。その時応援を通りすがる子供に俺は手を振った。いやー子供たち、今年はバスケワールドカップで韓国が出られなくて残念に感じてるよね。え、そうなの？お前知ってた？知らない。だってバスケ俺興味ないし。わかる、俺も見たこともやったこともねえや。え、そうなんだねえ。バスケは世界的に有名なスポーツで、一応選手である俺は子供たちにもきっと顔が知れていると思ったのだが、想像以上に韓国でのバスケの注目度は低かった。嘘だろ、これでも俺プロなのに。と、元気出して。だって当たり前じゃない。当たり前？と、見たい？韓国人のほとんどいない韓国チームのバスケ。確かに見たくないな。それに聞いたよ、ポーのプロチーム大学のチームから選手を入れるのを止めてるんでしょ。そりゃ注目ポイントないでしょ。リア、今かなりきついこと言ってる自覚ある？だって落ち込んでるから、ちゃんとした真実を教えておこうかなって。彼女は時に正論はナイフになるということを知らないようだった。ここまでは確かに韓国のダメなところばかりを出していた。ただ俺は諦めたくなかった。諦めたらそこで試合終了だよな。ポン、どこ行くの？伝えに行くんだよ、バスケのかっこよさをな。見てらよ少年たち。韓国ではバスケの注目度は著しく下がっている。ただだからといってバスケというスポーツには大きな魅力があるのも事実だ。だからこそ韓国の選手である俺はその魅力を、かっこよさを行動で結果で示していかなければならない。よっしゃ入った。すげえ、かっこいいじゃん。あ、そうだ、バスケ思い出したかも。思い出した？もしかして見たのか？テレビか何かでバスケのこと。確かこの間のニュースで SNS が炎上してたって。時は少し遡り、日本の原発の処理水のネタが世界中で話題になっていた頃。今度日本に行った時、汚染水のカニなんか食えねえからね。日本に行く前に安全なカニを食べておこうってと言った内容をつぶやいていたようで、 SNS では批判の嵐だった。嫌ならもう日本に来るなって書かれてるな。この人そういえば日本アンチっぽいこと言ってたね。やっちゃったか。うそー、頼むからデリケートな時期に危ういことをつぶやかないでくれよ。俺は普通にスポーツしたいだけなんだよ。うわ、急に叫び出した、怖っ。バスケ選手やばいやつ多いんだな、気をつけよ。韓国の出場停止、 SNS 炎上、この2つが嫌な時期に重なり、今韓国バスケの風向きはとても悪い。そういう時こそ俺たちは見習わなければいけない、日本人の持っているスポーツマンシップを。ほら、ちゃんと謝れ。せっせんして、お、次から炎上しない程度にしろよ。もう少し怒ってください、監督。どうか次の試合ではいい結果を出していきたいものである。